名詞、物を表す言葉、これについて勉強していきましょうえ先生いきなり英語頑張っていこうよって思うかもしれないけどみんなちょっと思い出してほしいんですね英語やっていくんだけどみんなが赤ちゃんの時って最初に覚えた言葉って何でしょうか多分ママとかバブーとか多分そんな言葉を言ったと思うんだけど多分ママっていう言葉が一番最初じゃないかなと思います で、やっぱりママとかパパとかあとはマンマーとかそういう言葉っていうのは全部名詞なわけねで人って最初に覚える言葉っていうのがやっぱり名詞になるわけですはいということでこの名詞からまずは勉強していきましょうさあ日本語と英語では少し違う部分があるので見ていきましょうかまず I want, water. I want water 私は欲しい水が I want pen.I want pen. 私は欲しいペンがどっちも正しそうに見えますよね。なんですが、こっちは正しくて、こっちは間違いなんです。さあ、じゃあ日本語と英語で何が違うのかっていうのは今日を完璧に習得してほしいなと思います。では、頑張っていこうね。はい。英語の ネイティブの人たちが物を見るときの観点が2つあります。何かっていうと、まず加算か不加算か、いきなり先生難しい言葉だなと、そんなに難しく考えないでください。これ算数できる、算数できないってことなんで、数えられるか数えられないかっていう、そういう区別です。数えられるやつは C と呼びます。数えられないやつは UC と呼びます。まあこれはまあそんなもんなんだなって思ってください。 カウントの C だねねこれは、ね、で、じゃあ、えでも先生、数えられるか数えられないかっていう話だけど、どういうふうに区別するのと。例えばね、これ、数えられるって、日本人はめちゃくちゃ数えられるんよ。なんでかっていうと単位がめちゃくちゃあるから。例えばさ、あれめっちゃ難しくないあの鳥を数えるときは1話だけど、犬数えるときにはあの1匹、2匹。 で、牛数えるときは1頭、2頭とかね。あれ多分、日本語を勉強する外国人の人、マジで意味わからんと思うよね。だから、それに比べたら、こっちの方がめっちゃ楽やから。じゃあ、どうなのって言ったら、加算名詞の方からいこうね。加算名詞っていうのは、はっきりとした形を持っているもの。これが加算名詞。不加算名詞は、はっきりとした形が曖昧としているか、もしくはもう形自体ないってやつね。こういうのが不加算名詞って言われます。 一体どういうことなのか、下の例で見てみましょう。さあ、まず犬からいきましょう。犬は数えられるか数えられないかって言ったら、まあ普通に数えられるじゃん。で、形もちゃんとあるじゃん。だから丸なわけね。猫も同じ形あるよね。木、これも多分みんなはあの木のイメージってあるはずだよね。形持ってるよね。次のやつだけど、木材って言われたときに、これ木材の形って人によって思い浮かべるもん違うやろ。しかも、 木材って切ったりすることができるから切ったりすることができるってことは形がこう曖昧なわけねだからこれは不可算名詞チーズこれも人によって形違うじゃん丸っこいやつイメージしてる人もいれば、えー、長方形の形してるやつイメージしてる人もいるあれも切ったりして食うからチーズも不可算米はどうでしょうか米なんかめっちゃ粒ちっちゃいじゃんで人によって予想量も違うからこれも数えられないお金これ数えられそうだよね 1>, 1円2円3円4円でもこれも数えられませんお金って言った時にそういうふうにコインをイメージする人もいれば銀行口座に入ってる数字を思い浮かべる人もいるよねだからこのお金っていうのもはっきりとした形がないと考えて不可算コインはどうかこれは加算名詞ですこのコインは形をみんなイメージできるからお酒これ当然継いだりしたら形変わっちゃうからこれは不可算友情 先生、僕ははっきりとした形の友情を持ってますっていう人はいるかもしれないけど、友情っていうのは目に見えないよね。だからこれは罰です。はい。ということで、加算か不加算かっていう判断は、はっきりとした形を持っているか持っていないかで区別をしていきましょう。続いて二つ目いきましょう。次は、加算ならばですよ。加算、数えられるならば、 単数か複数かっていうのを区別しなきゃいけません。単数は一つ、複数は二つ以上。これもネイティブの人は大きく分けて考えてるわけですね。一つなのか二つ以上なのかっていうことです。僕らあんまり気にしないけどね。さあ、単数名詞には、ああんをつけるというルールがあります。母音で始まるときは、あんですよと。さあ、どういうことか下の例で見てみましょう。一匹の犬っていうのは、a dog. ちょっと飛んで3番いきます。1個のリンゴって言われたときに、このアップっていうところの、ここに着目してほしいんですね。母音というのは、あいうえおのことです。さあ、これアップっていうのは、あいうえおのあの部分だよね。だからこれは、アンってします。なんでこんなことになったかって言ったらさ、こうバ母音だとね、あ、アップルってなんか言いにくいでしょ。これ、アンにしたら、アナポルってこう、 つなげて読むことができるわけね。つなげて読みたいから、んっていうのをちょっと間に挟んで、アナポーてこうなりました。単数名詞には、ああんをつける。母音で始まるときは、あん。完璧に覚えてくださいね。次、複数名詞。二つ以上になったら、もう、ああんはつけません。複数名詞には、s をつけましょうと。ということで、二匹の犬だったら、two dogs。二個のりんごだったら、two apples。 で、こういう風に S をつけるようになります。はい。では、複数名詞の S のつけ方。これちょっとルールがあるんで、簡単に見ておきましょう。まあ、今ね、なんかがっつり覚えなきゃって思う必要はないので、簡単に聞いておいてください。原則は S をつけましょうと。A dog から dogs.Cat が cats。それから次、語尾が s h ーチスオックスのとこ。h ュチスオックスで覚えてください。シュチソックス。 この時は ES をつけます。a dish, dishes, a tomato, tomatoes. こういう風に変化するわけですね。さあ、まあ、これはね、例えばこの dish の後に E がなかったら発音しにくいでしょ。dishes ってなんか言いにくいじゃん。発音しやすくするために dishes ってこうなってます。次、語尾が Y の時。Y を I に変えて ES。Y を I に変えて ES です。a library. y で終わってるから y を i に変えてるのわかるかな ?Libraries.A Dictionary. はい、また y で終わってる。Dictionaries. はい、y を i に変えて e s です。次語尾が ffe.ffe を v に変えて e s a leaf. これ葉っぱだね。f を v に変えて e s です。leaves.a knife. これ k 発音しません、Knife ね。 FE を V に変えて ES です。NIVES。NIVES。はい。次はルール5番目。不規則変化とか単幅同型。これ気合で覚えてください。はい。ここにあるやつはいつかは完璧に覚えないといけないから、もう今覚えれる人は覚えちゃってください。まあ、ちょっと今もうめんどくさい。うーん、ちょっと英語始めたてだから、ちょっとやりたくない人はもう全然飛ばしてくれて OK です。 いきましょう男の人から A man, man, a woman, women これちょっと発音注意ね。これ women ってい、いって音発音します。women です。まあ、これ men とか women とかっていうのはトイレとかに貼っつけられてたりするかな。次、子供いきましょう。a child, children これも発音注意ですね。ここ、最初は child って i って音だったけど ここは children という音です。child children. はい、それから次、tooth.tooth to っていうのは歯のことです。あの、口にある歯ね。で、次、t e a t h t o o t h t e e t h 次、mouse. これはミッキーマウスのマウスですね。ネズミです。複数形になったら mice.mouse mice. Mouse mice はい、次、単複同形これは単数形と複数形が同じ形です。a fish. 1>, 1匹の魚 Fish2 匹以上は Fish のまんま Asheep 羊だね羊の複数形も sheepAsheepsheep さあそれから日本人 A Japanese Japanese これは単純にねえっ、ー、とここの se の部分が、えー、その後 s ついてもジャパニーズズって言いにくいからもうそのままストップしてるっていう感じですね ちなみにこの2つ、共通点分かりますかね魚とか羊って群れで過ごすよね群れで過ごすっていうことは、言い換えると数えることがめんどくさいよね。な1匹、2匹、3匹とかって数えるのめんどくさいから、もう丸ごと魚みたいな感じね。そういう感じで、フィッシュはフィッシュのまんま、シープはシープのまんま。ということで、名詞はこれで終わりです。 単数名詞には R1 をつける。複数名詞には S をつける。これだけでいいから完璧に覚えて次に進みましょう。あとはプリントで練習問題をやってみてください。動画のご視聴最後までありがとうございました。杉山の肉塾は小学生から大学受験生まで幅広い世代が学習する福岡市の予備校です。ご興味ありましたら概要欄のホームページよりご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Bye!